19日。うん、トーク会か。え、嬉しい。ほんまに久しぶりじゃない？待ってるからね。ミラボありがとう。やば、あと2週間だ。みんなあと2週間で会えますけど、準備はできてますか？今日はちょっと寝てましたね、今。みんなに背中に出てきた。待ってるね。ありがとう。だるま、ありがとう。結婚はちょっと寝起きすぎて、寝起きすぎて寝ぼけて危うく OK を出してしまいそうなので、ちょっと先に断ってきます。間違えちゃいそうなので。運命とか信じない。ハートありがとう。純情感は聞いてますか？結婚はちょっと今寝起きすぎて、危うく OK してしまいそうなのでダメです。そう、16周年公演が割ともうね迫ってきてて、結構びっくり。ハートありがとう。そしてこちらなんか、お菓子コーナーがあってリハーサルの時に、でなんかあったんですよ、ミニけん玉が。で見つけた瞬間の今日か、その時一人でお菓子見てたんですけど、なんか取ってきちゃってずっとこれで遊んでました。結構いろんな人にやってもらったりもしました。楽屋でねずっとやってたんですよ。おしりんさんがやってくれたよ。うん、ここはちょっと、お、来た。これマジで楽しいんですよ。え、そう、これやってたらみんなゼロポジの最終回を思い出すって言ってました。みんなにやってもらいました。結婚はちょっと寝起きなので、ちょっと同意してしまいそうで危ないのでできないです。久しぶりに来れた。やっほー、コウモリありがとう。ほんまに寝てしまってたんよ。めっちゃちっちゃいでこれ。結婚はちょっとけん玉がうまくできない。あ、できた、できたんですけど、ちょっと今日からけん玉をもっと頑張っていかないといけないので、今ちょっとできない。そういうのあるやん、ちょっと今部活に集中したいんだっていう、そういうのあるじゃないですか。今今日からけん玉に集中したいからできないんですよ。ハートありがとう。けん玉が大事な時期なんだ今は。よくあるじゃないですかちょっと今勉強が大事な時期なんだみたいな、ちょっと
受験勉強が大事だから君とは結婚できない。同様けん玉を頑張らないといけないから、え、こっちに乗せたいなと思ってたら平らでした。だからもうこっちかこっちかここしかないんだ。でもね、ここはさすがに無理な気がする。ここは無理なんですよね。ちょっとこれは無理ですね。結婚してちょっと今けん玉頑張らないといけなくて無理なんですよ。ごめんな、今それどころじゃないんだ。小さいから逆に難しそうってさ、な、結構これ他にやってもらった人たちみんな言ってたんですけど、当たり前じゃないのそれって思ってたけどさ、どう、これちっちゃいからむずいわって言ってたけど、ちっちゃいから逆にむずいなみたいな言ってたけど、逆にも何もちっちゃいからいえむずいでしょってちょっと思ってた普通にでもね結構教科これ、え、違う、教科普通にけん玉得意なんやった。あのゼロポジの時に結構思った、今日がけん玉もできるやんって思った。そう、大きいけん玉は普通に得意だからこれもできます。センスがあるので。逆じゃないってこと、そう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 、逆じゃない、普通に普通にちっちゃい方がむずい。でもねこれおしりんさんにやってもらったら、なんかまずこの紐の長さをなんかもともとはこうやってあるのになんかこうぐるぐる巻きつけて短くしてきて、え、それずるいって言ってたけど、こうしたらできるようになった。頭が良かったです。最強ちゃんはジャンルを問わない、まあそういう形にはなりますね。これ結構短くした方がいい。え、2年前やば、あの時はまだ研究生だったな。入って1年経つか経たないかくらい、あれは夏やったな確か。1年前?2年前かな。お、来た、癖になるこれ、やばい、ずっとやっちゃうこれほんまに。この間これできるまで帰れなくて困ってた普通に昨日かな一昨日かな忘れたけど、これ上に乗るまで帰れなくて普通に困ってたんですよ。だるまありがとう。いい音しててずっと聞いてられる。いい音してた。やばい、今日ゆっくりお風呂に浸かりたいっていう考えもちょっとあったんですけど、なんか寝ちゃいそうっすね。お風呂たま使ったら。1年前、あれめっちゃご飯美味しかった。懐かしい、なんかジェイキでなんか歌った記憶あるしかも。
なんだっけな、二重だ、なんか歌ったな。うんうんうん、懐かしい。これ十期でなんかやってって言われて、みんなでビクビクしながらやった記憶がある。え、どうしようみたいな。あとサイリーもありがとう。1週間1日が短く感じた。え、なんかうち何日何曜日とか何日とかあんま知らんから、ちょっとあんま分かんないです。ブブカでキョウちゃんのプロフィールめっちゃおもろい。そう、めっちゃおもろかった。見たんですけど、あのへこんだらシャーシャンと JJJ さんとアクロさんに駆け寄るみたいな感じで、すごい詳しく書いてくださって嬉しかったです。ほんまにそう、アクロさん新しく出てたゾーンさんとの曲がやばかったですね。普通にこれやばすぎでしょ。すごいね、シャーシャーめっちゃ浸透してると思った。でもでもいつの間にシャーシャー呼びになったんやろ、よかった。いつの間にこんなに浸透したのかもちょっと分からへん。ハートコウモリありがとう。やばい、イエイ。あげ、さすがに上がるぜ。今日はどんな一日でしたか？毎日お決まりのこの質問のコーナーにやってきました。え、てかさ、今日かさ、めっちゃさ、マツパ行きたいんだよな今。マツパと美容室行きたくて、え、いつ行こう。きょうちゃんのスキピから CD もらった。え、やば、シャーシャン行こうか。あとありがとう。マツパと美容室行きたい。え、ほんまにいつ行こう。ちょっと K2 のトッピング食べてきた。いいなー。リーのユニバ行ったことない。え、ほんまに、マジで言ってる。どうしよう、いつ行くかめっちゃ悩ましい。悩ましすぎるやっぱ。え、どうしよう。でも周年公演には間に合わなさそうなんですよね。別に間に合わそうと思えば間に合うけど、でもちょっと間に合わなさそう。うん、でもね、なんか最近まつげのなんか調子が多分よくって、
分からん、待つマスカラのおかげかもしらへんけど、だからなんか今ならいい感じな気がする。なんか今日メイク薄、寝てたからかな。ハートありがとう。 K2 のトッピング頼んでもキョウちゃん出ない。愛の力、ハートありがとう。車のドア怖い、え、怖っ。それめっちゃ焦らん。閉じ込められたら許可してし、でも怖すぎて無理なんですけど。ていうか違う、みんな今日何したか聞いてるのにさ、教えてよ。今日かはリハでした。今日はね、朝早く起きてメイクしてリハーサルして、くーちゃんとご飯食べて、お昼ご飯一緒にお弁当食べて、京香の秘密基地案内してあげたおもろいでしょ。でなんか帰る時時間があったから、くるみとあとリーナと一緒にお菓子パーティーしてた。で、たくさん踊って、たくさん歌って、ヨドバシに CD 買いに行って、ユキさんの写真付き。いいなぁ。心拍数めっちゃいい歌詞ですよね。いつもなんか聴いててさ、いい歌詞だなぁって思う。許可は。なんか2番の歌詞が好きなところがあったんですよね。うん、いい曲です。本当になんかめっちゃ好きです、歌詞とかあとありがとう。うん、ダンスもかっこいいです。ありがとう。うん、きょうちゃんの件届いた、嬉しい。みんなトーク会来てください。はっきり、きょうちゃん心拍数踊ってないみたい、踊りたいな。きょうちゃんっぽいとこ一緒に、分かった、きょうちゃんっぽいところ。そうだ、哲学者のきょうちゃんパート、ねえ、みんなの元にサイン届いてるようで嬉しいです。夜ご飯食べたとめっちゃ寝てた。京香と一緒。京香もね、今日帰りめっちゃ寝てた。くーちゃんが京香の隣で寝てる間、なんかずっとゲームしてたんですけど、途中で眠くなって寝てた。京香もなんかめっちゃ爆睡して、どれぐらい寝てたか分からんけど、めっちゃ爆睡して、もう1時間ぐらい寝た気分になった。朝もめっちゃ寝た。
通に移動中寝れるのめっちゃ良くない？嬉しすぎる。サイン30分に1回見返しちゃう。嬉しい。ずっと見てて、ひょうちゃんのことますます好きになりそう。一番に好きにしてほしいです。ジョーガのことを一番に愛してくれないと嫌だ。そう、普通に眠すぎて寝ちゃった。全然でも目覚めへん。全然寝れます、いくらでも。だからといって今からなんかお風呂とか入ったらどうせ目覚めるんだろうなっていうのはあります。なんかほんまに寝れるってなったら目覚めるような。コウモリありがとう。きょうちゃんめっちゃ来てる、嬉しい。たくさん愛してください。髪の毛巻きたかったな。なんか前髪うまくいかなくて嫌だ。あきり、イベントで会えるの楽しみね。早く会いたいな。一番眠い時に寝たい。わかる。結構眠いピークだったんですけど、ちょっと私アイドルなので起きました。めっちゃアイドルじゃない、眠くて寝てたけど、ちょっとメールとかバブルとかあのショールームをするために起きました。アイドルです。りょうちゃんしか。その心意気だね。みんなそうだったらいいのに。篠原京香って名前が入った件たくさん取れた。お、嬉しい。それを握りしめてきてください。目痛い。コンタクトつけたまま寝ちゃうのほんまにあかん。痛くなる。なんかケース買わなきゃな。たくさん覚えてる最中なのに配信ありがとう。こちらこそ、みんなが見てくれるからできるんです。バラありがとう。じゃあ今日は眠いのでもう配信やめたいと思います。もうみんないいですか？今日何してたんですかって聞いたのにみんな全然教えてくれないから、もうやめます。終わりますけど、みんなもういいですか？毎日同じ質問してそう、もうやめる、もう終わるからね、もう配信終わるからね。いや結構何人か教えてくれたか、何してたか。もう終わるからね。ちょっと今日はもう眠たいので、もう危険です、危険です。やだー。コウモリありがとう。みんなバイバイ。もう終わるからねー、もう来ないからねーって知ってる？もう来ないからねー。なんか何のやつか知らんけど、もう来な。たまごっちのキャラらしいやつです。もう来ないからね。もう終わるからね。ということで、本日告白心拍数発売日でした。
これからたくさん聞いてください。ミミフィーユの純情側もチーム K2 の声の哲学者もよろしくお願いします。きょうちゃん好きすぎて困ってます？嬉しいことだ。もっと好きになってください。だるまありがとう。もう終わるからね、みんな。もう終わるからね、やめるからね、もう寝るからね。ホームリーありがとう。もう終わるからね、もうやめるからね、みんな。お休みだからね、たくさん寝るからね。今日はきょうちゃん大好きすぎてこの思いをどう伝えたらよいか。なんかやっぱり言葉じゃなくて、あの直接言ってほしい。じゃないと愛が伝わらない。みんなからの愛が伝わらないよ。今日はラブイズも見てたんですけど、なんかねめっちゃかわいそうなのがあってやばい。マジでスマッピーがきょうちゃんすぎて半端なかった。なんかピョンチーのために人参をプレゼントするねんけど、でもお金がなくて買えない。なんかこんな高くて買えないよってなって、自分で育てるもんって言って自分で頑張って育てたのに、なんかピョンチーにあげたらなんか硬い、いつもの買ってくるみたいな言って、なんか努力が全然報われないよって言って、やばと思ってちょっとやばくない？めっちゃ面白かったけど、さすがにちょっと待ってくれみたいな、どこまでも今日かと思って、マジで可愛かった。あれ大好き。なんか昨日ぐらいに上がってた。やばくない？ほんまに見てほしい。努力が全然報われないよっていう、なんかそういうなんか不憫なキャラ努力が必ず報われるの大義を間違いない。めっちゃ可愛かったあれ。なんだっけな、なんか高くて買えないよみたいなめっちゃ話し方がおもろいねんな。こんなの高くて買えないよ、自分で作るもん。大好きスモッピー。もうちょっとスモッピーが大好きだから、なんかピョンチーって結構ひどいんですよたまに。だからラブリンさんと一緒に見てたんですけど、スモッピー派のキョウちゃんとピョンチー派のラブリンさんで、ちょっと誰こんなひどいことするのって言ったけど、このままでいいんだよってしてて論争です。結婚はちょっとスモッピがかわいそうだからできない。さすがにこんな不憫な状況で誰ができるというのだ。ハートありがとう。スモッピ見てみて、ラブイーズめっちゃね、スモッピがかわいそうでかわいいから、ほんまにかわいそう。なんか報われてほしい。努力が全然報われないよ。このセリフで今日がさらにスモッピのこと好きになった。報われないのってなって、だよねスモッピーかわいそうにってなった。やばい、あれほんまに見てほしい。だってピョンチーのために頑張って、あの頑張って人参を育てて、もう風に吹かれた雨に打たれながらこうやってううってやってたのに、こんなの硬くて食べれないって言われちゃう。ひどいよ、ほんまに。かわいいスモッピー、さすがに折れすぎ。ほんまにかわいいねスモッピー、マイブーム。あ、そういえばスモッピー持ってるんだった。これつけて配信すんの忘れてた。最悪。やり直してもいいですか？これつけて配信すんの忘れてたから最初からやり直してもいい？
でも見えへんねんな。 X にきょうちゃん写真とかと一緒にキュピカチ投稿するかも。待ってる、キュピカチ投稿待ってます。え、てかね、なんかさ、なんか動画でさ、なんか高いさ、あのコームとかあの比較してる動画が流れてきてさ、めっちゃ欲しくなって。でもなんかいっぱいあるんですよ、種類が。知ってる、今めっちゃ高い櫛売ってんの。無理だな。だからそれがめっちゃ欲しくて悩んでる今。なんか髪の毛解くだけで髪の毛がツヤツヤになるらしい。魔法ですか？だってさ、これとかさ、正直もう何か分からへんもん、今日が使ってるやつ。やばい、さすがに。なんか顔でもね、なんかヘアブラシはいっぱいあるんですよ、いいの。なんかもらったりして。あ、全部もらい物だ。だけど、前髪とか持ち運び用の櫛がなくて、あれ欲しい、ラブクロ。そんな変わらんって思うやん。これが変わると思うんですよ。なんか、評価は100均のか、なんかどっかでホテルでもらってきたやつしかないからちょっとわかんないんですけど、でもその比較動画見たら、こうやって解くだけでこうアホ毛がなくなるみたいな、やば、魔法やんと思って、それはさすがに欲しいと思った。ラブクロム欲しい。あれめっちゃ高いんですよね。てか前髪か。本当に最初からやり直してる。そろそろ引いた、みんな。そろそろ教会に引いたかな。ねえねえ、スモッピー頭につけるだけでなんか可愛くなったくない？タイリウム音符ハートありがとう。前髪いい感じ。嘘、ちょっと今日は失敗してしまってセット時間がなくて。まあそれ時間がないから仕方ない。動画撮りたいんだ。なんかめっちゃ滑るんやけど。いいね。めっちゃ力作かも。でもちょっと今の白いのいらんかった。でもちょっとノーマルはきつい。これは今日チャンネルですね。またう
失敗だよ。これは後でストーリーに載せる可能性がある動画です。すごくない？これもっとさ見える位置につけたいかも。結構こうやってこだわりがこう出てくるんですよ。お！めっちゃいいとこについたってことで気を取り直してもう一回やっていきたいと思います。次はお宅の一日を答えさせる。そうやで、みんなだから何してたか聞かれてもいいように準備しといて。みんなこの白いさつぶつぶのエフェクト嫌いでしょ。だからなしにしとくな、みんなのために。できた。結構さノリに乗ってきたかも。もう一回やるから見てて。京子がけん玉するとこ見てて。まあまあ見ててくださいよ。だって後でストーリーに上がったら「あこれさっきやってたやつや」ってなるやろ。知らんけどさ。やばい、一発一発一発でできたって。やばい、ノリに乗ってきた。やばい、プロです。正直プロの世界、プロの世界です。やっぱプロの世界だわ。やっぱこれ4周巻いたらいいかも。結婚してちょっと評価はもう今けん玉が忙しくてできない。けん玉でやっぱり頑張らないといけない時期には入ってきてるから、ちょっと今はそうやって結婚とかしてる場合じゃない。楽しくなってきた。ミニケンのプロです。結構めっちゃ動画何個も撮った。じゃあボツ
分からん、どれ載せるかちょっと分かんないんですけど、もし載せへんやつあったらちょっとみんなに送る可能性もあります。あ、じゃあ、あーかも。今ほんまにずっとけん玉してるわ、やばい、よかったこれで。一回やめるって言ってからが長いだけよかった。じゃあスモッピーつけたら気分なんかテンション上がってきたんや、目覚めてきたんやわ、シンプルに。やばい、下手くそなってきた。あー、じゃあこれ乗ったら終わります。おー終わりまーすやばい、言って54分でしたまあちょっとね、バブルとかも送るんで、この辺で終わりたいと思います本気で終わるからね、もう終わるからね。スモッピーでした。じゃあみんなおやすみなさい、また明日会いましょう。バイバイ。13位、横丸。12位、小さいおっさん。11位、リニア。10位、カツボン。9位、ズッキー。8位、8位、マグロ祭り。7位、ワカ。6位、タカヒロ。5位、ウエモン。4位、ハル。3位、アキラ。2位、ワッチ。1位、ヨシコッコくんでした。ありがとうございました。みんなおやすみなさい。バイバイ。